ご来いただきありがとうございます。新大野正樹です。本日は近鉄、えー、奈良駅前にございます、えー、大きなですね、えー、事務所物件にお邪魔しております。まずこちら、えー、正面入り口となっております。非常に大きなガラス張りの入り口となっております。非常に駅前ということですぐ隣の方にはですねあのここに桜通りの入り口の方もございます。 で今回の賃貸物件としましてこちらビルの1階部分となっております。かなり、ね、ゆったりとした空間となっております。照明でしたりあの空調機材ですねの方もあらかじめ備え付けとなっておりますこういいったススペースもございます。 でこちらはですね、まあ、応接室としてもね、ご利用いただける空間となっておりますね。ねかなり広々とした、まあ、事務所仕様となっております。ね、駅前の、えー、ビルの1階でお探しの方にはですね、ぜひおすすめできる物件となりますね。でこちちらに、えー、ちょっとした、ね、あのキッチンススペース でしたりっていうのもございます2口のねコンロもついておりますねでこちらの方が、えー、男性女性別々のお手洗いがこちらにはございますと、ね、内装の方もかなりね綺麗な状態で維持されたテナント物件となりますねでこちらの方にはちょっとした こういいったススペースもございます扉の後ろがまた収納としてでしたり物置としても、ね、こちら使っていただけるスペースもございます窓も、ね、あのかなり多く取られてますので日当たりの方もねあの様が、ね、入る事務所となっております はい、えー、賃貸のまさきの方ではですねこのようなテナント物件を数多く取り揃えておりますまずは一度お問い合わせください奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきでは皆様の商売繁盛を全力でサポートいたしますご視聴ありがとうございました